回来てね毎回お父さんあのお花持ってきてって、お父さんねお仕事はね、僕の同級生なんですけど、大塚運輸ってねあの運送屋さんなんですよ、昔引っ越しとかそういうのをねよく頼んで、安くやらさせていただいて、なんかの時にはコーヒー。いいですね。お父さんつながりの子供つながり。そう素晴らしいわね。ちなみに彼女は、歯科衛生士さんで、僕の歯の担当をしている方がその隣の方で。ポートスクエアのクリニックで、はい、はい、やってます。でも上手なのでよかったら、私今、かかりつけの歯医者さんが横浜に引っ越してるんで、ぜひぜひ、その後、うちに寄ってもらえれば。流れが決まりましたね。ほんといい感じの。いや、依頼ももう、あ、もね、半年行ってたくて。あの京子さんは居合をやられててコミュニティセンターの上でやってるんですよ。それで、その居合の後にお兄さんのお店で一杯やりに来るという一杯やらないかその時はご飯食べたりねご飯食べてやる感じですね。なんか楽しくねやってそれでライブもすごく毎回来て、毎回っていうとあれだけど、プレッシャーかけて、時々来てくださって、でも今回、お家が遠いもんでね、京子さん、来月もよかったら、ぜひ、来月、あの仕事だよ、ぜひぜひ、あの美穂バースデーライブも、ちょっとごめんなさい、宣伝しちゃいました、忘れる前に、あの来月は、18日誕生日なんですけど、7月の前日にちょうどタイミングよく、なんだか知らないけど、第3金曜日、恋活ライブ、ワンハートナイトなんですよ。イエーイ同じ日なの同じ日、うん、どうぞ、前日、17日。だからちょっと、まあ、でもママに11時半ぐらい、11時過ぎると、いや、まだ早いからな。あ、まだ早いから。あ、1ヶ月ない。1ヶ月ない。そう、まだ早いから。じゃあこの辺でちょっとこうあのママがちょっともうちょっといてもいいよじゃないけど18日になってでも11時ぐらいだとママそろそろもうみんな帰ってほしいなみたいな感じのあれなんででもねそれがないと私は終電乗り遅れるそうなのそうなのでも前日で全然いいんですよいいのよ今っていうのはね、そう自分で言うのがいいですよ前乗りでじゃあなんかちょっと話してるとあの明日になっちゃうんで歌いますLook back at me.
とこの曲で、はい、始まります。可愛い曲でしょ。プリンセスやもん。あ、そうだね、まだ大丈夫かな、プリンセス。OK かしら、大丈夫ですか。あ、よかった、いいと思う。京子さんから笑いながら、いけるいいと思う。ちょっとその笑いながらはやめて、ちょっと真面目にちょっとね。Thank you.
ゃあ2個で、まあね、2個取らないよ、ね、重いよ、2個取らないよ、2個取らないよ、メールかと思う、メールかと思う、メールかと思う、ネイルがカウンセラーが低いんで、マージンなしでやってますので、受付中、マージンなしで受付中です。私に電話もらえれば、はい、電話入れます。直接電話番号聞けばいいじゃん。
マダン牧場牛乳飲み放題。アイスクリーム230円。Don't go.
集まりいただいてありがとうございます。イエーイ美穂、婚活大臣、恋活、国安の美穂、そして今日はドラムのコンさんを迎えて、後ほどビートルズさん、ビートルズをやられる方もいらっしゃいます。はい、美穂、美穂恋活ナイトになっちゃうね。国安の美穂恋活ナイト、ワンハートナイト、ぜひ皆さん今夜は楽しんでください。イエーイ。Come on.
あの、全身前歌った人。ああ、そうそうそう。ね、確かね、そうだった。じゃあ、好きにならずにはいられない。行きましょうか。ありがとうございます。ピアノのマイクの音をあげればいいかも。これはほら別にできたらいいんだけど、俺が一番一番だろ。
ありがとうございます。